はい、どうも、てこしゅうでーす。今日は2月14日、ハッピーバレンタイン。というわけでね、本来のてこしゅうチャンネル、あんまり日曜にはあげないんですけども、どうしても、このね、バレンタインの日に動画をアップしたいという、僕のわがままを周りが聞いてくださって、今日動画アップすることになりました。でね、何をすんのって気になると思うんですけど、心を込めてね、やっぱ送るのがバレンタインじゃないですか。なんで、ちょっとてこしゅう初のクッキーを作ろうと思います。どういうクッキー作るのって気になると思うんですけども、型を取って焼いたりとかして、で、僕の、絵を描いたその手作りのクッキーを、作りたいなと思います。で、明日ね、母親がね、この家に泊まるんですよ。せっかく明日お母さんが、母が来るので、母さんにサプライズしようかなと。バレンタインサプライズですよね。今からね、クッキー作りやりたいと思うので、まずはね、絵描きますね。ちょっと待ってくださいね。さあ、というわけでですね、こちらのシートですね、クッキングシートっていうのかなと、このボールペン、取ってきました。なんでここに、型取りとなんとなくの描こうと思う絵を、描いてですね、これを基盤に作っていきたいと思います。まずはどうしようかな、まあだからそうだね、まあ、スカール君はね、一番上の長男は男なんで、エマティファ描こうかね。やっぱ女子女子なんで、エマティファはエマとティファの顔の違いを俺が描けるかもんでもあんねん。あんな毎日ラブラブな生活を送ってんのに都内で。エマ、ティファ描きました。エマですね。ティファ、ティファ女王ですね。エマさんはエマダンなんですけどね。ティファはティファ女王の方ですね。やっぱ母親に渡すの、母親の似顔絵描こうか。昔から授業参観に来た母ちゃんはやっぱり自分の中では自慢の母親でしたけどね。どう、うちの母ちゃん可愛くないみたいな、綺麗でしょみたいな感じでしたよ。はいはいはい、母親っすね。それクッキーできます？システムが分かんないから、クッキーの。やっぱサーフボード、夏の海とか冬の海行ってサーフィンするんですよ。で、トレーニングとかヨガもやるし、アクティブなんですよ。だから本当に僕、漁師の血結構かなり引いてるんですよ。その性格面でも、やる、そのなんだろうな、行動範囲というか行動パターン的にも止まらないんですよ。ゆったりふぅーはぁっていう瞬間がないんですよ。これ俺も母親も、これ親父もそうでしたね。サーフボード簡単ね、目立つ目には描けるやもんね。それだけですか？それサーフボードなんですか？何が？ゆうやのこと好きだから、ゆうやとか。あ、俺ね、うん、確かに。まあ、たった一人の血つながってる息子ですからね。俺が心を痛めるときは母親も声を心を痛めるし。できました。おお。今週は私ですね。キーパー見てるのに。こんな感じで、この5個をクッキーにして、明日、母ちゃんにプレゼントしたいと思います。じゃあ、ちょっと調理に行きたいと思います。よし。さあ、というわけでね、キッチンにやってまいりました。先ほど描いた絵をちょっと型取ったりとかして、ね、これね、料理わからないからね、説明もできないっていうね。母ちゃんの、顔に関しては、僕、まあ、主役なんで、このハート、バレンタインなんで、ハートで型取って、そこにちょっと絵を描いていこうかなと思います。なんで、これズドンでいきますよ。これで、ズドンです。キュンです！よいしょ。これでいいね。これは、どっちだっけ？これエマだ。これエマですね。エマは、エマはこうやって行って、これでこう、外側をこう、かたどっていこうかなと思います。あー、エダダンは美人だよね。美人すぎたんだよね。エマは、これむずっ。まあ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 。エマダン、いたね。いました。エマダン。これティファなんで、ティファはもっと毛が黒いんで、こっちの茶色の方でいこうかな。ティフェージュ。散歩練習のティフェージュ。ティファージョ。ティファージョ。こういうシンプルなデザインしなきゃダメだったね。この生地が難しいわ。
こさんの方がこれいけた。で、俺は今ちょっと肌白めなんで、こっちやっぱね、あのガンガンサッカー、ゴルフやってる時はやっぱ肌黒めなんで、こっちなんですけど今、割とどっちかして色白なんで、今の時期は。こうなるとこの服のこの辺は描く必要なかった。こういうところとかさ、そうだね、型取りなんだもんね。これがむずいんだよ。はい、ではにゃ型取りできました。まずこれ焼いて、クッキー状にしたいと思います。はい、というわけでね、無事に焼き終えることができましたので、出してみようと思います。さあ、こんな感じで、あ、いいね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 。慣れてない男作った感じするね。こうやってペン書くんですけど、この熱い状態でペンで書いちゃうと溶けるんですよ。なんでちょっと寝かさなきゃいけないんですよ。で、まあ、明日多分昼過ぎぐらいに母親来ると思うんですけど、ちょっとクッキーはちょっとさすがにサプライズなんでバレたくないんで、僕の母ちゃん優しいんで、もう全部屋をきれいに水回りとかも掃除して帰ってくれるんですけど、そこは入んないでねっていう部屋にこれはとりあえず置いときまして、明日またこうマネージャーの後期来るのでこれ撮影しますっていうので、これを書いて母ちゃんにサプライズで渡したいなと思います。楽しみにしておいてください。それでは明日になーれ。これからね、こちらのこのチョコペンで、絵を描いていきたいと思います。まあ、ちなみにそのクッキーをあげる母はですね、完全に今リビングとか、あと僕の寝室だったりとかで、掃除だったり洗濯、細かい作業をやってくれていて、僕もね、だからこれ部屋着なんですよ。変にこういきなり私服着て回し始めると、感づかれるので、完全に、これ昨日の夜寝てたままなんで、埃がすごいですけどね。めんどくさいから着替えなかったわけじゃない。違うわ。違うわ。これも演出じゃん。で、ちょっと書きますね。はい。はい、これがね。そう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 。冷やかったやつ。はい。ちょっと一個食べていい？うん。よくできてますね。ね。うん。うまい、うまい。おお。いい感じ、感じ。味はオッケーですね。うん、味はオッケー。Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl?完成しました。はい、親子です。俺と母親ですね。エマとティファと、サーフボードに関しては、チョコがつかないのでこ う, うまく、入れました。で、ここにメッセージカードも貼ったので、これをね、人生初の、自分の手作り、手越しが手作りのバレンタインチョコをね、ちょっと母に持ってきますか。息子から人生初のバレンタインでございます。え、うっそ、はい、人生初のバレンタインクッキーでございます。書いたのよ今ね、こっちが今そう。おそれはね、あなたが湘南でやってる趣味よ。ああ、サーフボードさすがだな。さすがだな。で、まだあってね、ちょっと待ってね。これもあるんですよ。ほら。これ、わかります?
正解、すごいな。これがあなた。そう。やっぱあれだね、すごいね。親ってわかるんだね。気持ち的にどうですか、お母さん。いやー、びっくりだし、もしかしたら明日死ぬかもよ。いや、幸せすぎて。そうなんですよ。びっくり。はい、いやー。もう本当に息子にもらえる人がいないでしょ。ありがとうございます。いえいえいえ。食べれないよこれ。食べないし。食べてください。本当に。じゃあさあどうぞ。どうぞ。いただきます。どうぞ。折ります。形崩れます。そうかな。おいしいよ。あと、うん、おいしい。あと、うん。というわけでね、手越しゅうゆ人生初の、バレンタイン、クッキーをですね、母親に、まあ、ちょっと拙い料理というか拙いね作品ですけども、サプライズで渡せてよかったです。これバレンタインの日に見てくださってる方多いと思いますので、素敵なバレンタインを皆さんもお過ごしください。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。で、バイバーイ。